はいえー、皆さんこんばんはこんばんはえ今日は九月三十日金曜日ですはいはいえー、今日で九月終わりですね早いね早いね、うん、あっという間ですね本当だ、うん、でも今日はとてもいい天気でもう本当にまさにね秋晴れっていう感じでもう雲もない青空っていう感じでねすごく気持ちのいい一日でしたねうん、うん、なんかこの明日明後日 土曜日、日曜日もいい天気が続くみたいなんで、今週はもうあの行楽日和ですね。お、はい、行楽。はい。まあ、行楽日和っていうのは、なんかこう、お出かけするのにすごくいいよねっていうことですね。うん、うん、まあ、旅行に行ったり、ドライブとか、まあ、あとはキャンプとかね。あの、いろいろあると思いますけど、まあ、楽しみな。 週末になりそうですね。うん、うん。まあ僕らは久しぶりにまあ何もないというかあの家にいることができる週末ですね。そうだね。うん。まあちょっとやることはあるんですけどなのでまあ散歩したりとかねそういうことを楽しみたいなと思います。はい。はい。いやいよいよ10月ですからね。うん。うん。まあいろいろ秋の楽しみの話もまたしましょう。はい。うん。えー、今日なんですけどえー、っと僕はね。 ちょっと最近、まあ、気になることというかがあってあの最近このポッドキャストで話ができるネタというかネタっていうのはこう、まあ、ネタなんですけどどういう話ができるかっていうお話なんですけどそれをまあいつも考えながら割と生活をしてるんですよ。うん、で気になる言葉があったらあこれ話してみたいなっていうふうに最近思ってるんですね。はい うん。で、その中で。あの。自分が説明できないかもしれないって思った。ことがあったんです。なんでしょう。うん。で、それは。病院に行った時に。こう。例えば、お腹が痛いですとか。腕が痛いですとか。なんか気持ち悪いとか、書く。紙があるじゃないですか。はい。まあ、それはあの、問診票っていうふうに言われてて。 なんかそのまあ、お医者さんにね「ここが悪いから見てください」っていうためにあるんですけどその中に「あの痛む」ま「あ、痛い」ってあるじゃないですか例えば胸が痛む頭が痛むとかいろいろあるんですけどそこにえっとですよへ<ー>でなんかよくわからないなと思って。ほ<う>その ズズキズキとかもあるんですよね痛みの言葉っていっぱいあるんですよピリピリとかはいいろんな痛みがあるんですけどその特にビリビリとジンジンっていうのが僕はなんかよく分からなかったんですよほ<う>違いが違いがっていうかジンジンが特に何それみたいな感じだったんですよなるほどだから教えてほしいなと思ってジンジン 確かにねね、はい、ちょっと難しい、ねはいまあ、他にもいろんな痛いのがあるんだけど、まあ、簡単に言うと、まあ、僕はズキズキキはなんか,わかるんです、まあ、皆さんはちょっと分からないかもしれないけど「ズキズキっていうのはなんかこう「もうなんかズキズキとしか言いようがないけどなんか頭が痛い時にこうなんかこう心臓の動きに合わせてなんかこう痛い「痛い」「痛い」みたいになるイメージ。 そうん、うん、そう分かる,分かるその血管の心臓の動きバックバックってなるじゃないですかそれに合わせて痛い痛い,痛いみたいになるイメージズキ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 ってなんかたまに来るっていうかそうだねそうでまあピリピリとかはなんかこうなんていうのなんかな中の方が痛いというか。 うん、なんかピリピリピリって痺れるみたいなイメージなんですようん、うん、でもビリビリとジンジンが全然わからなくてうんわかりますビリビリって何ビリビリっていうのはビビリビリ痛い時ありますまあ例えばもうこう肘をガーンってぶつけたああそれかぶつけた時に 神経って言ってなんかなんかうーんってなるやつですよね。あ、そうです。なんか痺れるみたいな。神経っていうものがね通っていてそれがに当たると痺れるような。はい、あの肘が当たるってすごいわかりやすいです。うん、すごいわかりやすかった今。はい。痺れるような。<laughs> なそうです。痛みがある。<laughs> はい、それをそれやは,はいわかりやすい。ビリビリっていうことが一番多いかな。<laughs> それこの間僕ありましたね。 ひざをひ膝を車の中でぶつけて相手ずっと言ってましたね、うん、あれビリビリですかじゃあなるほど近いと思いますよじゃあじんじんはじんじんはあのー、なんて言うんですかねあのさっきの「ずきずき」とちょっと似てるんですけどそのなんて言うんですかこう「脈」「脈」って言ってましたよね 心臓の動きに合わせて「じんじん」っていうのに似てるんですけどそれズキズキじゃないですかあそうですねまあそうなんですけどなんて言うんですかねこうちょっとじわっとじわっとっていう言葉も難しいんですがなるいやでも僕今,今の話でちょっとなんとなく感じたのは「じんじん」ジンジンっていうのはなんかこう。 腫れてる感じじゃないですか。あ、そうですね。なんかこう赤くこう腫れ上がってて、なんかそのすごい痛いとかじゃないんだけど、なんか痛いのは続いてるていう。なんかこう触ったりしたら痛ってなるんだけど、そういうのじゃなくて、このその触らない時の痛みみたいな。あ、そうです。なんかちょっと痛いのがずっと続いてる感じ。そうです。なのかな。ズキズキはそれが来る感じですよね。 痛い痛いってくる感じじゃないですかそうですズキズキの方が痛みが強い感じはしますはいなんかほっといても痛って思うのはズキズキじゃないですかそうですでジンジンはなんか例えば足を骨折とかしてその後ほったらかしてる時みたいな感じなのかなうんちょっと痛みがあなんてうんです弱いというかわ、はい、かりますでも多分それ触ったりしたら多分痛いんでしょうね と思います。はいはい、え、それがじんじん。そうです。あ、なんかすごいわかった。あ、ありがとうございました。<laughs> でもこれ。ちょっと。感覚なので。ね <laughs> はい、説明するのはすごく難しいです、ね。あ、でもなんかわかりました。雰囲気もわかりました。はい。うん。いや、ちょっと難しいですね。いや、でも。うん、わかりましたよ。ならよかったです。であ、それでね、まあ、なんでかって言ったら。 まあ、皆さんっていうかその日本に住んでいる方とか例えば旅行に来ている方とかもなんか怪我とかしたら病院行くじゃないですかはいで、まあ、実際に僕らのお客さんとかでも旅行に来ててなんか怪我しちゃったとかいうのもあったじゃないですか、うん、で病院に行った時に「どういうふうに痛いですか?」ってすごい難しくないですか難しいなんか「ビリビリですか?」みたいな「じんじんですか?」って言われても もうその言葉がわからないとで僕今わかんなかったしね実際に、うん、でいやーなんか日本語って面白いなと思ってね結構あの細かくこう表現があるので、うん、こう使い分けるのは難しいんですけどこう分かってる人同士だと 伝えやすいなっていうのはありますね、うん、そうですね、うん、ただそれがなんかうまく分かってるのかなともちょっと思ったんですよ<ー>、うん、いや特に今言ってたビリビリとジンジンっていうのは僕は今まで使ったことないですね本当はいあのそういう言葉を今意味が分かったというかほうはい でまあでも今説明してもらってそういう痛みを感じたことはいっぱいあります。なるほど。はい、ただそれを言葉で説明することは今まではできなかったんですけど、うん、なんか今それを教えてもらってあなるほどなっていう感じであ次使おうっていう感じですねあ本当ですか。はい、よかったでです、はい、なので まあ、完全に僕が教えてもらっただけみたいな話になったんですけど皆さんはどうでしょうねね。まあ痛みとかねあの他にもいろいろありますけど割となんかよく使うかもしれないですよねそれってあの、うん、病院とかで使うっていうのは結構使うじゃないですかそうだね なんで割と使いそうだなと思ったんでちょっと今日はお話をさせていただきました。うんはい、えっと今日はなんて言ったらいいんだろうね。痛み痛みなのかまあえー、っとじゃあじんじんとビリビリのお話をしました。<笑><笑> <laughs> ありがとうございました。ありがとうございいまままししした、はいま、た次回もよろしくお願いしますでではでは